テレソ。ファミリーマート、サンドおむすびツナチーズ。サンドおむすびベーコンエッグ。試してみます。美味しそう。でもさ、うん、ツナマヨとチーズが2種類入ってる。こっちはほうれん草入りスクランブルエッグ、ベーコン、うん、ピリ辛ミートソース。凝ってるね。ただ凝ってるだけあって値段が高い。高いね。高いよ。約200円だもん両方、ね、どっちくらい。これ税込み198円。こっちは210円。税込み高い。おにぎりで200円ってやばい。でもこれを食べた人がね、めっちゃ美味しいって言ってたの。しかもこれ今話題のおにぎらずです。おにぎらず、おにぎらず、うん、おに、おにぎらず、おにぎらず。ほら、握られてない。なんじゃこれね。うん、おいしい、うん、おいしい。ホウレンソウと卵、うん、スクランブルエッグ、うん、いい感じ。なんか朝ごはんって感じ。そうだよね。なんかちゃんと具が入ってるもん。これいいね、朝の忙しい時。栄養も取れそうだしね。ね、野菜に入ってる、うん、200円の価値は、うん、ある。ある、出ました、ある。これで朝ごはんだよ、うん、200円で朝ごはん食べるってことだ。なんかこういうホニャララメイトとか食べるよりよっぽどいいかもしれない、うん、じゃあツナチーズも美味しいのかな。美味しいの。うん、うん、どう、チーズきた。お米と合うチーズ、普通に合う。ここにスライスチーズが入ってて、ここにツナが入ってて、その下にこういうキューブ状の。普通のおにぎりだとさ、ツナってこう真ん中にちょこっとじゃん。ツナ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 、チーズチーズチーズ。この具の量だから200円するんですよ。多いよね。多い、具が多い。こぼれるもんだって。うん、これいいわ。で、私ね、これちょっとチンしてもらったんだ。え、マジで。そう、だからね、ちょっとチーズが溶けてる感じでいい感じ。198円。価値はあります。おほー、ちょっとこの形がいいのかもしれないね、うん、うん、そう、だから今話題のおにぎらずってレシピが出てるらしいんだけど、やっぱり具をいっぱい入れると握れないけど、そのいっぱいおかずが同時に取れるっていうんで話題になってるみたい。たまらん。なかなかないよ、ほうれん草まで入っているスクランブルエッグが入ってる。確かに、うん、ほうれん草、玉ねぎ入りスクランブルエッグだって。玉ねぎも入ってるの、うん、おお。気づかなかった。辛口ミートソース、ちょっとだけね。うん、じゃあ別にこう辛いのが苦手だからって食べられない感じじゃない、うん、じゃない、私苦手だけど。これは皆さんお試しあれ。